徳島県鳴門総合運動公園徳島県鳴門総合運動公園野球場徳島県鳴門総合運動公園野球場は徳島県鳴門市無谷町立岩の徳島県鳴門総合運動公園内にある野球場。施設は徳島県が所有し、徳島県スポーツ振興財団が指定管理者として運営管理を行っている。なお、東京都千代田区に本社を置く。 大塚製薬が命名権を取得しており、2007年5月12日からオロガミン c 球場の故障を用いている。ただし、FIFA 主催主管サッカー国際試合が公演内の陸上競技場にて開催される場合は、FIFA の規定により公演全域が命名権行使禁止区域となるため、正式名称を用いる。命名権に関する詳細は、 徳島県鳴門総合運動公園命名権を参照。1973年完成。1974年に照明設備が追加設置され、1993年に東四国国体の開催に備えて改修工事が施された。プロ野球では1970から80年代に南海ホークス主催の公式戦。 また、日本ハム本社の創業が徳島県という縁から1976年から1980年までは日本ハムファイターズの春季キャンプが開催されていた。2005年シーズンからは独立リーグ四国アイランドリーグプラスに参加する徳島インディゴソックスのホームスタジアムとして使用されてきた。2008年と2009年シーズンは主催試合の多くが 徳島県南部県康運動公園野球場となり、当球場での試合は、それぞれ3試合、7試合にとどまった。2010年は、開催球場の見直しに伴い、10試合が開催される予定であったが、雨天による振り替え等により、最終的には9試合が行われた。2011年は7試合、2012年は5試合であった。2013年には10試合を開催したほか、 年間総合優勝を決めるリーグチャンピオンシップが行われ、勝利した徳島が優勝を達成している。2019年には初めてグランドチャンピオンシップの会場となり、2試合が行われた。ありがとうございます。